この絵面なんかすごい新鮮ですね。相方がじゃないって。そうそうそう、相方が小磯さん。刻んでいこうぜ。アシックスのこの A の穴から。攻めたコメントです、ね。いや、大丈夫ですかこれ。わかんない。今名古屋に呼ばれてここに来てますということで、すいません、はるばる、いえ、ありがとうございます。今回ね、名古屋で何が行われているかと言いますと、陸上の大会の中でトライアシックスっていうブースやってるんですけれども、こんな感じです。はい、ということでこれ何ですか。こちらトライアシックス、今アシックスのテントがこう貼れると思うんですけども、24年の新商品、初めて、日本で初めて、今日の朝取れたものを蓋開けてフード並べたものを今こちらに出してます。スタッフが、まあ、小磯さん含め草野先生と、あとなんか変なのに、なんすかこれ、これスタッフっすか。僕らの関東インカレ時代のヒーロー、マッスルネギシです。この新スパイク、ソニックスプリントエリート、ジェットスプリント、スモーレーサー MD、 他にも、新発売のものってあるんですけど、今回ここにご用意できたものがこちらの5アイテムになってきますので、草野さんにはもう短距離のもの、吉木さんにはまあスモーレーサー MD っていうところかなとは思っております、はい、今日武田さんが、はい、いないんですけども、女の子と明日はないよね、優先順位が。でも個人的にはそっちの方が選んだ方がいいと思う。はい、もう、はい、大事ですからね。金マッショー参りましょう。あ、またそれやんの、はい、スパイクレビュー一金マッショー参りましょう。ダッシュで行こうぜ。それで一つ目、短距離スパイクってかなりリニューアルしたので、そこのポイントが、まあ、インターハイで実はもう展示始まったんですよ。国体があり、 U16-18 がありで、いろんなところでもう多くの方に見ていただいてるんですけども、もう違うの早く書きたいんだけどっていう声があって、やっと今日全サイズ揃ってる状況なので、簡単にご説明したいと思います。みんな試着してるんでちょっと許してほしいんですけど、はい、半年間でこんだけ多くの方に足入れをしていただいて、今このトライアシックスって今年陸上カテゴリーで約 2500m の試し巻きをしてくれてるんですけども、まあ、やっぱりこの一番の目玉、このメタスピード SP ありましたというところが、今回これはまた色変わるんですよ。今回のこの24年で新しく出るモデルがこちらです。白持っていいですか。エリート、あ、どうぞどうぞ。お前絶対軽いって言うだろ。持った瞬間、いや軽いし、なんか FF ブラストターボのこの素材の部分、なんかちょっと厚くなっておしゃれだなっていう感じはあります。あ、もう言っていいですか。こいつ読めてないっす。なんすかなんすか。ちゃんと読め。 FF ブラスト、そうです。こっちが FF ターボ。素材違うんですよ。違う、違うんだ。あ、ごめんなさい、勉強不足だ。勉強ってか出てないから。メタスピード SP、 ソニックスプリントが、まあ、兄弟で、今回さらにもそこが近しいのが、形状が同じ、反りがしっかりあって、中足部分にプレートを挟んでますよっていうのは一緒なんですけども、違うポイント、これシンプルなんです。素材が違います。ミッドソール材がさっきありましたね、 FF ブラストターボっていうイメージで言うと超高反発材みたいな感じの、ソニックスプリントが FF ブラストってありますけども、これがまあイメージで言うと反発材みたいな感じで、少しこの差が出てきます。もう一個はこの黒いサンドしている素材が、メタスピード SP はこれカーボンをずっと使っております。ソニックスプリントは樹脂材と言われるものを使っているので、まあ、もちろんカーボンの方が硬くて軽くて、こちらは少しまあマイルドな屈曲感、少しまあ柔らかい、扱いやすさが出てくるものになっていきます。アッパーの構造もほとんど一緒になってきますので、違うのはミッドソールの素材と、この挟んでいる主張が強いですね。急に挟んでピンの、ピンも一緒ですよね。一緒。あ、本当だ。兄弟みたいな。そうそう、ほとんどないんですよ。ごめんなさい、だから横で、そうっすね。根岸さんが普通にしっかり接客をしてくれてるんだけど。あれはメタスピードです。というところで、メタスピード SP とソニックスプリントというのが出てくると、まあ、選びやすさというところがあるので、まあ、その選手レベルの感覚によって使い分けができるというところになっております、はい、値段差も今回1000円差なんですよ。ほぼ変わらないんですよね。であればもうメタ行っちゃうぞって人もいるし、やっぱり試し巻きすると、うん、メタまで行かなくてもソニックで十分戦いますねって方もいらっしゃるので、そこに関しては千差万別で、本当に好みかなとは思っていきます。ちなみになんですけど、この素材って結構軽さとかもちょっと影響しない気もするんですよ。そこはどうなんですか。もちろんね、やっぱ軽さも違います。やはりメタスピード SP の方がやっぱ軽さ、硬さとかっていうところはやっぱり少し引いててますので、まあ、そこの選ぶポイントで、まあ、軽さとか硬さってやれば、やっぱりメタスピード SP の方が絶対、うんうん、絶対っていうかいい。この後草野先生が実際に履いてどうなのかっていうところも、メタスピード SP と比べてアーダーコーダーをいただける、はい、SP はもう今年散々使って、うん、おかげさまでパーソナルベストタイまた出ましたので、いやすごい本当に。これと比較して、まあ、僕も初めてこのソニックスプリントエリート3履きますので、うん、どう変わってくるのかなというところを伝えられればいいなと思ってます。デデンとこちら同じ白のカラーですけども、これがジェットスプリントになっていきます。
スジェットスプリントってもう皆さんねフラット設置でとか、今回まこれも厚底になっているので、かなりいろんな方からいやいやソニックジェットって厚底にするの大丈夫みたいな声はあったんですけども、厚底にするメリットっていうところが、まあ一つ目がやはりストライドの獲得がしやすい、あとは反発がしやすいってところがあるので、今回も厚底で一択で振り切ってやっていますと、うん、とうとうアシックスの短距離スパイクは SP ブレードとかサイバーブレードとかっていう、はい、まあ、今回色が変わりますよっていうものはまだ薄底、なるほどなるほど、今回新しくなる、まあ、ソニックジェットっていうところはもう厚底になっていくと、はい、なるほど、ソニックジェットこれはもう今回値段は一緒になってます。違うのはこの中に入ってるこの黒い部分のプレートの傾斜感が、傾斜がしっかりなのがソニックスプリント、フラット気味な設計なのが、まあ、ジェットスプリントっていうところになってきます。高さがこう違ってくるっていうのもあるんで、なるほど、こんな感じですね。この辺りですかね、この辺りで設置する方っていうのはもうジェットスプリントの方が足全体でのこう設置感から反発っていうのを感じやすいかなと思います、うんうんうん、傾斜がまずまっすぐなジェットと頭が上がっているソニックで違うんですけども、この厚みを持たすバランスっていうのが前スク部分にグーって上がってこの辺りを集中させているソニック、ジェットは中足部の設置を意識させているんで、この厚みの山っていうかこのピークが少しこの一番最後のこの一番手前側のピンの辺りこの辺に集中させてるので、試し巻きでここめちゃくちゃ削れてるんですよ。前の方ってめちゃくちゃ残ってるんですね。この一番手前側のピンっていうあたりを設置する方がまあ非常に多い。特にこの後ろ側のこの傾斜部分、ここの分の削れ方からすると、ここの負担っていうか一番この摩擦のファーストコンタクトっていうかインパクトが強いっていうところが鑑みると、このジェットスプリントっていうこの辺に設置するんだったら厚みっていうのを少しこの辺りに持たせておくと一気に足裏全体で反発が出やすい。なるほど、まあ、この辺りですね。ここで設置をするのが得意な方であればメタスピード SP とか、はい、ソニックっていうのも全然ありだと思うんですけども、はい、少しピンのこの一番手前側の設置をしたい方っていうのは、まあ、ジェットスプリントっていう選択肢もありなのかなと。ダッシュで行こうぜ。さあ続いて中長距離スパイクになってきますね、はい、メタスピード MD、 前回僕も履かせていただいたんですけども、反発はめちゃくちゃすごかったっていう感じなんですけど、メタスピード SP なんですけども、あ MD、 あよくよくよくメタスピード MD なんですけども、はい、SP と MD の違いっていうところがほとんどない。かかとのこのクッション部分のところが一番違うところなんですよね。ですので中距離版の MD と言いながらも、やはりこの短距離の選手が結構 MD を選ぶことって今も多いんですよ。選択肢の一つとしても全然問題はないかと思いますので、いろいろこうね比べていただければと思いますが、意外に言うとピンの本数が1本少ないで、かかとのクッションがあるというので、フラットで設置しても体重とかしやすいよっていうのがあって、 MD のメリットもありますけども、あとはそのカーボン材の入ってる感じとか FF ブラストターボっていうミッドソル材はまあ同じバランスになってるというところがありますので、まあ、かなりもうスピード系に徹したモデルかなと思うので、やっぱりもう400の選手とか4番選手がまあ非常に使うことが多かったかな。今回メタスピード MD と24年に出てくるのがこちらの商品、コスモレーサー MD。おー来た、美しい感じになっております。シンプルに分かりやすく、メタスピード MD もコスモレーサー MD もデザインは同じ、素材が違うんだよっていうところだけがポイントになってきますので、メタスピード MD はこのカーボンを挟んでいる、で FF ブラストターボっていう、まあ、超高反発材が入ってますよ。それに対しましてコスモレーサー MD はこれ FF ブラストプラス、さらにクッションが増していきます。この設置時のこの足の衝撃で中距離でも、まあ、最後まで足を残したいという方に向けた、まあ、クッション材しっかりと入ってきまして、でここはもちろんカーボンじゃなくて樹脂材ですよ。かなりこうしなやかな動きが入ってきますので、400、800とか1500とかでも扱いやすさが出てくる。いろんな種類あるんですよ、ね、あるんですよ。任天堂プラス時差がで疲れてますね。それはあるかもしれないです。入浴帰りですからね。簡単に言うと中距離選手は今度硬すぎるよねっていう声もあるにはあるんですよ。中距離版で、まあ、しっかり樹脂でクッションがあるっていうところで、まあ、中距離選手でもしっかりと扱えるモデルがやっと出ましたよというところが今回24年の、まあ、ポイントになっております。選べる選択肢が短距離も含めてすごい増えましたね。メタっていうのが今1個柱であるんで、まあ、分かりやすいかなとは思います。素材違いというだけでライド感が違ってくるっていうところが、せっかくなんで、じゃあ草野先生と一緒に新作のスパイク履いていきたいと思います。ダッシュで行こうぜ。この新作を履くために一回ね、こちら、まあ、前回僕 400TT で履いたメタスピード MD、 これちょっと感覚忘れそうなんで、一回バッと走ってきて思い出してから比べていいですか。どういうことですか。じゃ見てほしい、これカメラマンどういうんですか。ちょっとこれ見づらい、見づらい。ちょっと、あ、いやいやいや、跳ね返りはピカイチ。スピード出すだけだったらずっと舐めてるじゃん。いや、言われてるから。これはね、800戦後でスピードずっとこう維持した時にやっぱ足の疲れは感じてくるのかな。今回の新作でマイルドになったということで、ちょっとそれを感じていく。うん、ありがとうございます。いや、待
待って、え、待って、この時点でマイルドっすわ。え、すごっ。はい、ということで今走ってきたんですけど、僕はこっちの方が好きでした。圧倒的に乗りこなしやすい。まあ本当にただスピードを特化させたい人にとっては MD かもしれないんですけど、800戦後で持続させていくって考えた時に、圧倒的に足に優しいのはもうこっちっす。これはすごいわ。小磯さんの狙い通りという狙い通りのことしか言えなくて逆に悔しいぐらい。クッションっていう設置してからのこの沈み込みの衝撃緩和っていうのはありながらも、そこからちゃんとしなっていってしっかりとバンって押してもらえると、連動感っていうのはかなり一連した動きがすごいスムーズにいくなと思いますので、後半持たないような方もそうですし、しっかりスピード出したいっていう激しいペースマネジメント、ペースレースに合わせていくっていうのもしっかりできるような商品になってますので、なんなら5000ぐらいまでいけるような優しさというか、もうめちゃくちゃ足に優しい感じがあります。立っただけで分かりました。違うね、違いが分かることも。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで草野先生に実際に履いてもらって違いを喋ってもらいましょう。よろしくお願いします。はい、今履いてるのがジェットスプリント。着心地はほぼ一緒、はい、でも履いた感じも明らかにちょっと平坦、履いた時にこうつま先の反り上がりとかそういったものはほぼ感じないです。バッパーはもういつも通り申し分なし。この辺りになんか力が集まる荷重点があるように感じるのと、結構ジュニア選手だとまだこういうポジションで踏ん張るという体の準備ができてないことがあるので、常に足裏がフラット気になるので、ジュニア期の選手何かにはこの方がもしかしたら動かしやすいかもしれないです。柔らかい足裏にソールがこうついてくる感触があるので、普通の一体感はやっぱ柔らかい分の良さがあるかもしれないです。インナースプリントにもしかしたら若干似てるかもわからないですね。平坦さと厚み加減が走りますか。はい、お願いします。重心がやっぱ結構後ろ気味にあるので、投薬スパイクっぽい感じが少しあるという、ついてグッと少し前に感じがあるので、つま先のピンに行くまでが若干遠い感じがするので、ちょっとピンとこないところが正直言うとあるっていうところで、それぐらいメタスピード SP とかのモデルに比べると感覚やっぱ全く違うので、メタスピード SP でもしかするとなんかしっくりこない場合は逆に Z スプリントの方がしっくりくることもあると思うので、そこはもう本当に履いたフィーリングが明らかに違うのは間違いないので、これ実際ちょっと履いてもらいたいところではありますね。多分ブラストターボに比べると多分変形の具合が少ない、反発は多分その当然弱いんだけれども、沈みがそんなに強くない分、厚底特有のこうグッて潰れる感じがないので、ここはもしかするとちょっと走りやすい。今の感覚だと高反発で硬くなるとピッチが回るので、200とか400のロングスプリントだと上がりすぎてコントロールができないとか変形具合が多いので、カーブでちょっとうまく走れないっていう場合はやっぱブラストになったことで走りやすくなる可能性もある。ダッシュで行こうぜ。続いてソニックスプリントとエリート3ちょっと歩きます。やっぱりもう傾斜が明らかにあるので荷重する場所が全然違う。さっきのはもうどちらかというとかかとがつきやすい、今はやっぱりちょっと上がってるぐらいが一番落ち着きが、明らかに靴の重心点が改めて前にあるなっていう感じがします。います。そうですね、足踏みからまあちょっと走るときに、僕はジェットスプリントよりかはもう自分が慣れてるポジションに近いので、ソニックスプリントエリート3の方が反発材も同じだし樹脂プレートも一緒なんだけど明らか弾むように感じる。感覚としてはメタスピード SP に近い、まあ、間違いないのかなと。これが実際出力が上がってきたときにちょっとどうなるかっていうのをダッシュで確認してみたいですね、うん、はい、お願いします。先頭は 800m 2分38秒の通過。同じ感覚でジェットスプリントと同じようなイメージで走ったんですけど、反発をもらいやすいところで踏めてるので、さっきと一緒で同じ素材同じプレートなんですけど強く弾む感じがちょっと強くて、足がちょっと上に持ってかれるような感覚、メタスピード SP の動画でも足が結構上がってくる感覚があるっていう話をしたので、そういう意味でやっぱ近しいものがあるんじゃないかなっていうので、ラグを気にしてる人だったらもしかしたらこっちの方がいっそいいのかもしれないっていうのはありますね。助力が少ないんじゃないかなっていうイメージがあったんですけど、はい、まあ、ちゃんとそこは存在してるので、そこはあるかなという気がします。なるほど。
結構ジェットソニックでかなりもう雰囲気がもう違うので、これはちょっと実際履いてどっちの方が使いやすい、走りやすいかっていうのを試してみてほしいですね。本当には一応考えてます。値段も合わせてるんで、本当に乗り込みの、まあ、自分がしてるイメージ、実際履いてみた乗り込みの感覚っていうのもしっかりとマッチさせていますから、強さみたいにしっかりとグッと地面をこう押せるっていう感じで、やはりソニックがダメだっていうのが明らかに進む推進力が得やすいと思うんですよね。トライアシックやってみていろんな選手がやっぱりそこまで乗り込めないという、どうしてもその設置位置っていうのがイメージ中速部にしてますよっていうと、まあ、ジェットの方が乗り込みがいいよって方もいるので、ただ実際やっぱ履いてみなきゃ分かんない、痛みでは変わらないんですけど、その感覚っていうのはもう明らかに違う、足で感じていただければすぐ分かるような感覚だと思いますので、ぜひぜひお店頭でもお手に取って足でもしてみていただければと思います。今の内容を聞いてて思ったっすけど、この動画見ないで店頭行っても分かんないですよね。やっぱ売り場入れ替わったかもしれない。そうないことは知りたいですけども、シューズの箱を開けたら入れ違ってるとか、片方ソニック片方ジェットみたいな、ちょっとそれぐらいちょっとね、お店の方にもご迷惑かば、次ちょっと色とか考えるようにします。一応かかとの形状が違うので、うん、丸ければソニックスプリントエリートで、角張った形だとジェットスプリントエリート、うん、怖い方は一応かかと見て大丈夫だ。いやもう草攻めだったらこうやって見ながら傾斜の違いでもうバーって見えるんじゃないですか。と思ったんですけど見分けられなかった。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。OK。 走りやすかった？はい。めっちゃ？はい、めっちゃ走りやすい。え、記録出た？はい。ピンがちゃんと刺さって、うん、ピンがちゃんと刺さって、あの、動きやすい。押しやすい。おー、めっちゃいいこと言う。ここにプレートが入ってるから、速く走れるんだよ。ソニックスプリント。はい。どんな感じでした？履いてサイズがちょっと合ってないのもあるんですけど、メタスピード SP 持ってるんですけど、スピーの方がいいかなちょっと思っちゃったりも。樹脂プレートとカーボンプレートだから硬さが全然違うんで、うん、柔らかすぎな気もしますね。トップになると樹脂プレートよりもカーボンの方が、カーボンの方が硬さがあって反発ももらいやすいんで、うんうん、なるほどね。いいメタスピードどうだった？土踏まずが結構突き上げられる感じ、うん、空回りすぎて足が後ろに流れちゃって、ああ、そういうとこはある。反発の場所とかだいぶ後ろの方にあります。乗せる場所のポイントの方がだいぶ後ろなんで、ま、うん、あのアレッジの使ってる人とかは多分慣れないと思います。最初は逆にそこに乗れたら、そうですね、感覚は変わらない。変わらないですよ。反発自体はどう？悪くなかったです。さっきちょっと軽く走りましたけど、僕あれちょっと強すぎるんで好きじゃないんですけど、向こうのは多分こんぐらいの方がむしろ綺麗にコーナーも綺麗に走れるかな。今がソニックスプリント履いてるんだっけ？はい、そうです。薄い方、薄い方です。ピンが4本、ね、はいはいはい。どう乗り換えてみる？周りだと思います。ちょっと考えてみます。種目は200？ 100、200です。タイムどんぐらいなんですか？県の高校記録保持者です。うえー、すげえ。20秒97。あ、今何年生？2年生です。2年生。はい、2年生29。高2で？高2です。はい、はい、それで行きましょう。せーの、ベスト出ました。おめでとうございます。どうでした？まずメタスピードから。すごい反発もらえて走りやすかった。コスモはどうでした？こっちも反発がもらえて、かかともクッション性があって走りやすかったです。いや、もうベストオブ回答。ありがとうございます。よかったです。自己ベストですか？自己ベストです、はい。